はい、どうもコマンチュアジャ翼です。日本政府の課長の驚異的な給料について語ります。ただいまね、ツイッターやってますので、チャンネルフォーム概要欄に URL 貼ってますので、よければそちらからフォローをお待ちしております。ではいきます。基本給が414,000円、時間外手当が80,000円、家族手当が12,000円、役職手当が17,000円で、通勤手当が10,000円、月収が686,000円ですね。賞与が年間2回で282,700円ですね。年収が1,066,000円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。